こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの和の刺繍の本の中から、これは2021年の3月に出てる本なんですけど、この本の中から錦鯉の刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では図案を写していきます。今日は図案はもう描かないで、アンナスの和の刺繍っていう本の中から、図案を持ってきました。で、これはトレーサー、トレーシングペーパーで写したんですけど、コピーしてもいいです。で、大体これぐらいのちっちゃいサイズにカットした方が位置が決めやすいので、コピーしてもちょっと切って使う方が使いやすいです。で、図案を写すんですけど、これチャコペーパーですね。これのインクがついている方を下にして、で、上に図案を載せて、で、反対の手でしっかり押さえといて力を入れてなぞります。はい、では写せたので刺繍枠をはめます。刺繍枠は外すと2つに分かれるので、小さい方を下にして間に布を挟みます。で、刺繍がだいたい真ん中になるようにセットしたら、しっかりネジを締めてピンと張ってください。ではこれで刺繍していきます。はい、では錦鯉の赤いところから刺繍をしていきます。25番刺繍糸を2本取りですね。これはもう使いやすい長さの65センチぐらいにカットしてあります。で、2本引っ張って2本一緒に合わせて針に通します。もう糸通し使ってください。頑張ってこれに5分10分かける必要はないんで。で、最初は玉留めをしてもいいし、ちょっとせっかくなので玉留めをしないで始める方法を説明します。ここの錦鯉の頭のあたりから刺繍するので、この絵の中にちっちゃい並縫いを入れます。で、ギリギリで留めて、一つ前の穴、糸の上に刺さってれば大丈夫なので、ここに刺すと絡まって止まります。で、この出ているところはハサミで切ります。はい、ではまず真ん中に基準の1本を入れます。これは横向きにずっと刺していくんですけど、端からだと刺繍糸ってまっすぐにしかならないので、塗り絵みたいに塗りつぶすの難しいんで、基準を入れて上と下と半分ずつ埋めていきます。で、基本的には隣隣に刺して布が見えなくなるまで埋めていくんですけど、必ず隣じゃなくても大丈夫なので、ちょっと隙間が空いたなと思ったら戻って上から足しても大丈夫です。で、上まで行ったら今度は下も続きを平行にずっと刺していって、で、全部赤い柄が入っているので、全部もうここが終わったらここもその下の柄も全部横横に刺していきます。
はい、では赤いところが全部できたので裏に絡めて糸を終わらせます。なんか距離が長ければしっかり絡まってるんでこれで切っても大丈夫ですけど、心配な方は2回ぐらい絡めておいて、でハサミで切ります。で次が白ですね。これも2本取りです。1本ずつ抜かないともつれるので1本ずつ抜いて、で針には2本一緒にセットします。で最初は並縫いしたんですけど2回目以降は裏に絡めてください。最後と同じように。これでもう絡まって止まっているので、で赤が横に刺さっているので、同じように横向きにします。なのでこのままこの画面に対して平行ではなくて、あの鯉がちょっとこうしなやかにこう曲がっているので、それに合わせてちょっとずつこう放射状にこうなると一番あのいい感じですね。なので赤もちょっと向きをあのこう平行をちょっと変えてはみたんですけど、まあそこまで厳密にビシッとやってなくても大丈夫です。まあそれを意識しつつ、で同じように赤の時と同じようにまず上を全部埋めて、で埋め終わったら下もずっと刺していきます。赤いところはもう避けて刺してください。で続きをやっていくんですけど、今みたいにこの内側から針を出すと結構やりづらいので、こういう時はひっくり返して手が外からまず針を出して、でこの赤のさっき刺した同じ穴というか、まあほぼ同じところに刺すとこの境目が綺麗にできます。布が見えると変なので、あの隙間は開けないんですけど、この糸を刺してしまうとロング&ショートステッチになってしまうんで、そこだけちょっと気をつけてください。で細かいんですけどずっと横横に平行に刺していきます。はい、ずっとこう刺してきたんですけど、尻尾が二手に分かれるので、一つずつ仕上げていきます。で、まあこの辺とかもそうだったんですけど、結構今回細いんですね。あの幅が狭いので、なのでなんか縦とかで刺したくなるんですけど、これを縦で刺してしまうと、今横なのに急に縦が入ると質感が変わるので、なので頑張ってちっちゃい点々なんですけど埋めていって、線の外側を刺すといいですね。で少しこう曲がってきてるから、ちょっとずつちょっとずつあの向きが今横だったのがちょっとずつ刺しながら向きが斜めに倒れていくっていうのはありなんですけど、いきなり縦っていうのはなしです。なのでこれはちょっと途中ぐらいからこう向きが斜めに倒れていってます。それでもいいです。頑張って、あの難しい方はちょっと頑張って横横に刺していただいて、で終わったら
ちょっとくるっとひっくり返して刺しやすい方向に向けてから、これも頑張ってちっちゃい点々で横横で埋めていきます。これぐらいでいいにします。で、このままついでにヒレもやってしまうんですけど、一気にいくと裏に糸が渡ってしまうので、中を通します。こうしておくと糸が浮かなくていいので、裏も綺麗ですね。で、ヒレの部分に関してはもう横横に刺さなくていいです。もう一気に最初1本基準を入れて、で隣に刺すときは本当に針1個分ぐらいでいいんで、ちょっと短いのにするとちょっと尖りやすいですね。であんまり太くしない方がいいんで、もうこれぐらいにしておいて、まあ2目か、足りなかったら3目ぐらいでいいと思います。ちょっとこれは隙間が空いたんでもう一個入れます。こんな感じで、で裏に絡めて、あと目を刺繍します。で、目を刺すときは目の近くに絡めるといいですね。尻尾とかに絡めるとさっきみたいに渡り糸になってしまうので、これで目はもう縦に、体は横横に刺してましたけど、まあ、このあたりですね。まあ1個ぐらいでもリアルでいいんですけど、まあちょっと目が大きい方が可愛いんで、ちょっと大きめにします。これぐらいかな。ちょっとデメキンみたいになったけど、ちょっと強調してるぐらいの方が絵としては可愛いですね。これでできたので裏に絡めます。こんな感じです。では、お水で図案を消します。水道のお水指でつけて濡らしてもいいんですけど、濡らすと自然にふわっとこう蒸発して絵が消えるので濡らしてください。ゴシゴシしても取れないです。でも自然乾燥でもいいし、まあ、アイロンかける方はアイロンかけていただいて、以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。